シクフェレンツ、チークフェレンツはハンガリーの元競泳選手である。彼は1936年に開催されたベルリンオリンピックで競泳男子100メートル自由型などで2個のメダルを獲得した。1913年にハンガリー西部のカッポシュバールで生まれた。彼の父は第一次世界大戦で死去していた。ブダペストで医学を学びながら 水泳に取り組み、ハンガリー国内の選手権で17回優勝し、当時のハンガリー記録を13回破った実績を持っていた。また、1934年にマクデブルクで開催されたヨーロッパ水泳選手権では、男子100メートル自由型と男子 4X200 メートル自由型リレーで金メダルを獲得している。しくは、 ベルリンオリンピックの競泳男子ハンガリー代表として100メートル自由型と800メートル自由型リレーの2種目に出場した。23の国から45人の選手が参加した競泳男子100メートル自由型は8月8日、8月9日の日程で実施された。選手たちは7つの組に分かれて予選を戦い、 各組上位2選手と、残り31選手中で予選の記録が上位だった2、選手の合計16選手が準決勝に進むことになっていた。四区は、予選1組に出場した。1組では、当時この種目の世界記録保持者だった、アメリカ合衆国代表のピーター・フィックが57秒6の記録で1位となり、四区は58秒3の記録で2位となって、 準決勝に進んだ。準決勝では一組で、日本代表の田口正春に次いで2位で2位となり、翌日の決勝に進んだ。8月9日の決勝には、準決勝各組3位までの選手と記録上位の選手1名の、合計7人が出場した。四区は、日本の湯サ・マサノリ、荒井修雄などを抑えて57秒6の記録で1位となり、金メダル獲得を果たした。 男子100メートル自由形終了後、四区はハンガリー代表チームの一員として男子800メートル自由型リレーに出場した。800メートル自由型リレーは18の国から代表チームが出場して8月10日、8月11日の日程で実施された。予選は3つの組に分けられて行われ2組に 出場したハンガリー代表チームは9分20秒8の記録で1位のアメリカ合衆国代表チームに次いで2位となって翌日の決勝に進出した。決勝には予選各組上位2チームと記録上位の2チームの合わせて8チームが出場した。結果は日本代表チームが当時の世界記録を更新する8分51秒5で優勝し、 アメリカ合衆国代表チームが9分3秒0で続いた。ハンガリー代表チームは9分12秒3の記録で3位に入って銅メダルを獲得することになった。ベルリンオリンピックの終了後、シ区は医学博士の学位をエトベッシュ・ロランド大学で1937年11月20日に取得し、大学に残って臨床医として働く傍ら。 水泳も続けていた。後に、陸軍のグミとなった宿は、1945年3月29日、ハンガリーとオーストリア国境の町ショプロンで、負傷した人を助けようとした際に空爆に巻き込まれて、死去した。死後、1983年に、国際スウェーデンドを入りしている。ABCD、フェアレンケチーク1983オナースイマー。 インターナショナルスイミングホールオブフェームアーカイブ2011年5月18日ウェーバックマシン国際水泳電動ウェブサイト2011年10月9日閲覧エウロペアンスイミングチャンピオンシップス2011年10月9日閲覧スイミングアットザ1936ベルリンサマー ゲームズメンズ 100m フリースタイルラウンド1アーカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシン2011年10月9日閲覧スイミングアットザ1936ベルリンサマーゲームズメンズ 100m フリースタイルセミファイナルスアーカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシン2011年10月9日閲覧 スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ 100m フリースタイルファイナルアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン2011年10月9日、閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ 100m フリースタイルアーカイブド2020年4月17日、 アットザウェイバックマシン2011年10月9日閲覧スイミングアットザ1936ベルリンサマーゲームズメンズ 4200m フリースタイルリレーラウンドワンアーカイブド2020年4月17日アットザウェイバックマシン2011年10月9日閲覧スイミングアットザ1936ベルリンサマー ゲームズ、メンズ 4200m フリースタイルリレー、ファイナルアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2011年10月9日、閲覧。スイミングアットザ1936ベルリンサマー、ゲームズ、メンズ 4200m フリースタイルリラーアーカイブド2020年4月17日、アットザウェイバックマシン、2011年10月9日、閲覧。 ありがとうございます。